はい、こんにちは、団長です。今日は2021年10月30日の土曜日ですね。今日もいつもの通り団長ニュースをお送りしたいと思います。はい、ではまず日経平均ですね。29日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日ぶりに反発し、前日比72円60銭高の 28,892 円69銭で終えたということです。好決算や業績見通しの情報修正を発表した銘柄に買いが入り、上げ幅は184円を超えて心理的な節目の 29,000 円に乗せる場面もあったということですね。一時は300円超えの下げなどもあるということで、1日を通して見ると方向感に欠ける展開だったということです。はい、東証一部の売買代金は概算で3兆5317億円、売買高は15億6498万株だったということです。東証一部の値上がり銘柄数は1026、値下がりは1052と拮抗したということですね。変わらずは106銘柄だったということです。はい、では早速チャートの方を見てみましょう。チャートの形はですね、少し難しい場面に入ってきてますね。完全に横ばって揉み合いの状況になってきてるかなといったところですね。移動平均線の並びは下から緑、紫、青、赤といった形で、少しですね、方向感が出なくなってきてるかなといったところです。大きく下げて、その後上昇したんですが、横ばってるといったところですね。この後、上に行くか下に行くか、非常にですね、重要なポイントになってくるかなと思いますね。金曜日の時点で29000円を高値として、その後ですね、軽く下げて終わってますので、来週以降ですね、この29000円を超えるかどうかがポイントになってくるかと考えております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、移動平均線ですね、引き続きパンパカパン状態の並びにはなってますが、赤の移動平均線が右肩下がりになっているといったところですね。はい、という形になりますので、今日はですね、週末となりましたので、団長のですね、気になる注目銘柄、週足ベースで見た気になる銘柄についてですね、ご紹介していきたいなと考えております。はい、では早速いってみましょう。はい、一つ目の銘柄です。一つ目の銘柄は6670の MCJ ですね。こちらの銘柄については移動平均線ですね、週足ベースでパンパカパンです。少し緑と赤がクロスしてしまってるんですが、綺麗な形でですね、陽線が出てきたかなと考えてますね。高値、ここですね、横ばっている形でダブルトップで下落するかなと思いきや、すぐですね、切り返してきましたので、下値切り上げの状況で進んでいるかなと考えております。日足で見てみましょう。はい、日足です。日足で見てみますと、こういった形になりますね。大きく下落した後、紫にサポートされて上昇してますね。で、このあたりはですね、しっかり上昇する雰囲気があるかと思います。で、今こういった形まで来ているといったところですね。前の高値を少し抜けたのが金曜日かなといったところでしょうか。移動平均線は下から、紫、青、緑ですね。ここが一点集中してきて、その上に赤があるといったところですね。はい、という形になりますので、こちらの銘柄についてはですね、引き続き上昇トレンドで見ていきたいなとは思うんですが、下から数えると 1,2,3,4,5,6,7 日まで来てますので、少しですね、停滞する可能性もあるかなと考えております。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は6723のルネサスですね。ルネサスについてもパンパカパンの状態で、先週ですね、下半身がようやくついたといったところですね。ダブルトップになる可能性もありますが、綺麗な形で今反転ですね、押し目買いがしっかり入ってきたといったところだと思います。はい、日足チャートで見てみましょう。はい、日足です。日足で見てみましても、パンパカパン状態ですね。ダブルパンパカパンの中で、先週の金曜日ですね、前の高値のところに当たって陰線つけたんですが、1400円の価格の節目ですね、ここを割らなかったといったところが重要なポイントだったと思います。という形になりますので、ルネサスについても来週以降ですね、引き続き上昇トレンドで見ていきたいなと団長は考えております。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は3668のコロプラですね。コロプラについては逆パンパカパンの移動平均線になっているんですが、注目すべきポイントとしてはここですね、800円ですね。800円をなかなか割らないぞというところで、しっかりですね、耐え忍んでいるような形かなと思います。はい、3週連続ですね、下ヒゲ下ヒゲ下ヒゲといった形で800円をタッチすると戻っていくという形になってまして、なかなかですね、800円を割らないような展開になってきてるかなと考えております。日足で見てみましょう。はい、日足です。日足で見てみますと、800円のラインこちらになりますね、という形になりまして、割ってもすぐ戻って、割ると当たってすぐ戻るんですね。で、ここですね、綺麗に下半身で飛び抜けてきたといったところですね。今まで800円近辺スレスレできてたところから、大きくですね、先週の金曜日跳ね上がりましたので、来週以降ですね、こちらの銘柄については上昇で見ていきたいなと考えております。はい、じゃあ次の銘柄いってみましょう。
はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は3402の東レですね。こちらも東レの週足チャートになりまして、こちらの銘柄については700円の節目ですね。ここをなんとか割らないぞといった雰囲気が出てきてるかなと思います。移動平均線は下から紫、青、赤、緑という形になってまして、ダブルトップで下落してきたんですが700円をキープしてるといった形ですね。日足で見てみましょう。はい、日足です。日足で見てみますと、こういった形で700円を割らないといったところですね。下髭で一時期ですね700円割ってるんですが戻って、先週の金曜日ですね、一旦700円割るんですが戻るといった形です。移動平均線は引き続きですね逆パンパカパンの中にありますので、700円ですね、来週以降はここはですね700円割ってしまえば、売りエントリーかなと考えてます。で、一方でですね、この後綺麗に下半身ついていくと700円を底値として上昇トレンドに切り替わる可能性もありますので、こういった場合はですね買いでトレンドフォローしていけばいいかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は3405のクラレですね。こちらもクラレの週足チャートとなります。逆下半身ですね、逆パンパカパンの中での逆下半身発生で、下値ですね1000円があるかと思いますが、引き続きですね下落してもおかしくないかなといったチャートになっていると思います。日足で見てみましょう。はい、日足です。日足で見てみますとこういった形ですね。移動平均線は上から紫、青、緑、赤、一応パンパカパンですね。綺麗な形ではないんですが混戦している状態の中で下落してきてるかなといったところですね。上から数えますと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、10日ですね、10日過ぎてはいるんですが、この急落ですね、急落ぶりを見ると引き続きですね下落していって、もう一度1000円をですね狙ってもおかしくないかなと団長は考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は4005の住友化学ですね。こちらも住友化学の週足チャートとなります。形としてはですね相場先生の逆日大の形で下落してもおかしくないかなといった雰囲気がありますね。今節目としては550円が残っているといった形になっているかと思います。日足で見てみましょう。はい、日足です。日足で見てみますと移動平均線は上から紫、青、赤、緑ですね。550円を割ろうとしたところから先週の金曜日ですね一旦陽線がついているといったところです。はい、という形になりますので、こちら住友化学についてはですね来週以降550円の節目を割ったら一旦エントリーしてもですね面白いかなと団長は考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は7725のリコーですね。リコーについても相場先生の逆日大で下落しそうな雰囲気ありますね。先週の時点大きな下髭、長い下髭を引いたんですが陰線で終わったといったところですね。このまま下落していくと相場先生の逆日大が決まっていくといった形になっております。日足で見てみましょう。はい、日足です。日足で見てみますと上から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8 8陽線でその後ですね上昇してきてますね。この後すぐ下落する可能性は低いかなと思いますが、移動平均線の並びは上から紫、緑、青、赤、下落のトレンドの中にいるかなとは考えておりますという形になりますので、こちらの利口についてはですね、来週以降前半はある程度上昇してどこかで、こけてですね逆下半身が出てきたら売りで攻めても面白いかなと団長は考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は5110の住友ゴムですね。住友ゴムについては急上昇した上で1600円の価格の節目にあたり下落したんですが、ここからですね切り返してますね。陰線ときて陽線で上がっていったといったところですね。今こちらの銘柄についても相場先生の逆日大で下落してもおかしくないかなといったポイントに来てるかと思います。1400円の価格の節目ですね、ここでなんとか下げ止まってはいるんですが、このまま来週以降ですね下落すると逆日大完成かと考えております。日足で見てみましょう。はい、日足です。日足で見てみますと移動平均線の並びは上から紫、緑、赤、青ですね。紫と青の間に入った移動平均線ですねとローソク足になってますので、少しやりづらいパターンかなと考えております。1400円とこちらの青ですね、60日移動平均線を来週以降しっかり割ればですね、エントリーできるかなと考えております。上から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9 といったところになっておりますので、1400円を1000にして一旦ですね上昇していく可能性もあるかなとは考えていますが、こちらの銘柄については1400円を割ったら、売りエントリーで攻めていきたいなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。
続いての銘柄は4188の三菱ケミカルですね。はい、こちらの銘柄についてですね、以前の団長ニュースでもお送りさせていただいたと思うんですが、長いことですね、こちらの緑の20周移動平均線を割らずに来てたといったところですね。このあたりからスタートでしょうか。こちらですね、20年の12月ですね、ここからずっとですね、一回も緑にタッチせずに上昇してきて、今回ですね、初めて緑を割ってきたといったところまで来ております。日足で見てみましょう。はい、日足です。日足で見てみますと、こういった形ですね、このあたりパンパカパンで上昇してきて一旦下落で再度上昇するんですが、相場先生のですね、綺麗な形の逆日例が決まって下落しているといった形ですね。今団長の検証動画第1弾の紫割れを起こしたといったところになってますので、こちらの銘柄についてはですね、引き続き売りで戦っていきたいなと考えております。はい、じゃあ次の銘柄いってみましょう。はい、続いては団長の検証動画第6弾をお送りしたいと思います。続いてのページは1999年の6月ですね、こちらになります。はい、パンパカパンですが、ここからスタートしてここまでといった形になりますね。はい、まずですね、パンパカパンの継続期間は約25日ですね。二山といった形です。一山二山といったところで下落してきてますね。はい、パンパカパンの開始ですね、こちらになりますね。ここはなかなかいいポイントだと思います。前の高値ですね、一旦当たった高値、ここもパンパカパンで、その後崩れてきたんですが、再度復活してきて、この高値ですね、1,2,3,4、4日ですね、なかなか前の高値抜けなかったんですが、ついに抜けたところからパンパカパンがスタートしているといったところですね。でその後ですね、ここから綺麗な形で上昇していってますね。はい、エントリーポイントとしてはやはりですね、この辺りの下半身からスタートでしょうか。ずっと持っていけるかと思いますね。はい、手締まりのポイントとしてはまずはこちらになるかと思いますね。逆下半身発生といったところで一旦手締まりですね。でその後再度エントリーがこちらになりますね。パンパカパンの中での、下半身といったところですね。で次の日陰線で少し危ないんですが、これ1日我慢できるかと思います。で次の日が陽線で切り返して、その後順調に上がっていくといったところですね。はい、ここでエントリーして、次の手締まりポイントとしてはやはりこの辺りでしょうか。2陰線ですね、もしくは3陰線、ここの辺りで一旦手締まって、次の下半身のエントリーポイントがこちらになりますね。はい、この下半身を見てエントリーして持っていくと、この辺りでしょうか。ここで手締まりができたらよかったなといったところですね。もしくは2陰線で見てしまっていると、ここになってしまうといったところですね。はい、でこの後ですね、パンパカパン終わってしまうんですが、この後ですね、切り返して一旦上昇するんですが、ここ非常に綺麗ですね。相場先生の逆日台が完全に綺麗に決まっているところだと思いますね。一旦下落してきて上昇してきて、ここの逆下半身ですね、ここが鉄板のエントリーポイントだと思います。ここでエントリーしてしっかりこの下げを取るといったところですね。はい、という形になりますので、1999年の6月ですね、パンパカパンとしては25日の二山となっております。はい、じゃあ次のページ行ってみましょう。はい、続いてのページです。続いてのページは1999年の8月ですね、先ほどご紹介した逆日台がこちらになりますね。次のパンパカパンとしては、この後ですね、下落してきて、逆日台で下落してきて紫にサポートされて再度上昇ですね。でこの辺りからスタートです。移動平均線の並びは下から紫、青、緑、赤のパンパカパンになったといったところですね。ただしこの時のパンパカパンは非常に短命でした。約8日間ですね。で一山だけだといった形ですね。でこの後下がっていくといったところです。パンパカパンの終わり方としては、前の高値を超えられずといった形で、トライ届かずの状態で下落していくといった形になっております。はい、という形になりますので、ここについては、パンパカパンになってからのエントリーポイントとしては特にありませんので、こちらについてはですね、エントリーせずに見送っていくような形になっていくかなと考えております。はい、以上今日は2021年10月30日の土曜日ですね、団長ニュースの方をお送りさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。